おいお前、クビになったらしいな。え？ほんと、クズだよな。それでも俺を養っているという意識はあるのか？何言ってるの？話が見えないんだけど。話が見えないにしても、クズ感満載なラインで嫌な予感しかしないんですけどね。何の話してるかは、お前が一番わかってるはずだろうが。仕事を俺に何も言わず勝手に辞めるとはどういうつもりだ？ふざけんのもいい加減にしろよ。お前にとって俺は何なんだ？透明人間か？だったらいいのに。それは置いといて、なんで仕事辞めたこと知ってるの？誰かに聞いたの？退職の書類が家に送られてきたんだよ。バレないとでも思ってた？お前の考えは本当に甘いな。少しは犯罪心理を勉強しろ。犯罪心理はここで関係ないでしょうが、隠してたわけでもないし、犯罪を犯そうとしてたわけでもないし、なんで私の書類勝手に見てるのよ。家に届いたからだよ。それで暇だったから見てみたらこれだよ。ああ、コウジが自宅警備員なの忘れてたわ。別名ニートのコウジさんが私の書類を勝手に開封するなんてどういうことですか？うるせえ。俺は人生の休息期間なんだよ。気にするな。それにニートって言うなって言ってるだろ。俺は自宅警備員もしくは監視員という名前が気に入ってるんだから。そんな名前気に入らないでほしいんだけど、できればそんな名前に誇りを持たずにさっさと仕事見つけてほしかったわ。お前もそうだろ。クビなんだろ。とにかく勝手に仕事クビになって俺に何も言わないなんて舐めてるよな。仕事クビになったやつとは一緒に暮らせない。離婚しろ。いやいや、さすがに今ちょっとびっくりしたわ。離婚？私が仕事クビになったら離婚ってこと？当たり前だろ。稼げない嫁はいらねえんだよ。そっか、そういう考えなら仕方ないかもね。でもいくらなんでも急すぎない？金も稼げない奴に文句言う資格はない。お前みたいな役立たずはお払い箱だ。あんたもニートでしょうが。うるせえな。いいんだよ俺は。俺は長男だし男だからいいんだよ。どんな主張なのよそれは。全国の長男に謝れよ。とにかく家は俺のものだからな。さっさと出てけ。俺はお前より若くて可愛い嫁をもらってお前より稼いでもらうんだからな。うわぁ、むちゃくちゃすぎて言葉もないわ。仕事クビになりやがった自分が悪いんだろうが。家は残してさっさと離婚しろ。金を稼げない女は用なしなんだよ。よくそんなこと言えるね。自分だって仕事してないくせに。だから俺は金を稼げる人が好きなんだよ。お前はもう俺には何の役にも立たないってことだ。わかったか？はいはい、わかりましたよ。お前はそもそも俺にとって何のメリットもない嫁だからな。出て行ってもらうぞ。偉そうですね。俺は偉いからだ。長男だぞ。長男ということに一体どんだけのプライド持ってるのよ。逆に聞いててかわいそうになってきたわ。なんでかわいそうなんだよ。かわいそうなんてこと何もないだろうが。その勘違いな態度がもうかわいそうだって言ってんのよ。そもそもあんたが無職になったのだって自分で仕事でミスしたからでしょ。それなのに会社のせいにして結局失業手当も受け取らないで私の収入で生活してた解消なしですよね。最後だけ丁寧に言っても無駄だからな。俺のことバカにしてんのか？今頃気づいたんですか？お前本当ムカつくわ。嫁失格だよ。お前は旦那失格だけどな。まあどうしてもってことみたいだし要求通りにしてあげますよ。そうだ、お前は俺の言うことを聞いてればいいんだよ。嫁なんだから。これ以上迷惑かけるのはやめろ。迷惑って、迷惑の塊みたいな顔のくせに何言ってんの？なんだよその言い方は。顔は関係ないだろ。ああ失礼しました。本音隠すの苦手なもんで。もういいわ。お前はもういりません。もっと若い嫁が欲しかったのに本当最悪。人の給料で生活してたくせに堂々とそういう最低発言繰り出すって人間としても底辺だと思いますけど。もってなんだよ。他に何としても底辺なんだよ。男としても底辺だし社会人としてはもう底辺より下ですね。底辺より下って一体なんだよ。地層民か。ちょっと何言ってるのかよくわかりません。連絡取るのも時間の無駄なんでもういいですか。離婚でいいんで。どうせ暇なくせに。お前だって無職なんだろ。会社クビになるとか本当やらかしたんだな。
それは自分の方ですよね。とにかく離婚で構いません。離婚届はこっちで用意しておきますから。よし、離婚でいいんだな。これでやっと俺も自由になるよ。稼げない女なら用なしだからな。さっさと出てけ。はい？出て行けって？金の稼げない嫁とは一緒に暮らせねえから。家だけはもらうから。職なし女は早く出て行け。じゃあこの家売るね。え？わかりました、離婚します。とは言ったけど、家のことは承諾してませんよ。何言ってるんだ？お前は嫁なんだから出て行けよ。俺は大黒柱なんだぞ。支えるべき相手もいないのに何が大黒柱よ。一人で柱になってどうしたいっていうのよ。離婚は大賛成。私もあんたの生活支えるの疲れたし、あんたにはそれほど尽くす価値はもう見出せないから。ただし家は名義上私のものだから、さっさと売らせてもらうわね。はぁ？俺の家だろ？元はあんたの名義だったけど、仕事辞めた時にローン返せないからって、私の名義に変えたの忘れたの？え？そうだっけ？記憶力も底辺なんだね。惨めだね。うるさい！ということで、その家は売らせてもらいます。離婚するんですよね。さっさと出て行ってくださいね。ふざけるな！横暴だ！俺はどこに住めって言うんだよ！さあ、山とか？何適当なこと言ってんだよ！山ってなんだ？え？さっき自分で言ってなかった？何が？金も稼げない奴に文句言う資格はないって偉そうに言ってませんでした？そんなこと言ったっけ？自分ではっきり言ってましたよね。あなたは無職なんだから私に何も言う権利ないでしょ？うるさい！というかそれを言うならお前もだろ？お前だって仕事クビになったくせに。誰がクビになったって言ったの？え？退職の書類見たんだって言っただろ。お前がクビになったのは分かってんだよ。言い逃れようとしても無駄だぞ。どうせなんかミスでもしてクビになったんだろ？それはそっちですよね。私はキャリアアップのために転職しただけだけど。え？おかげさまで以前より収入がアップしました。私はもう違う職場で働き始めてますよ。あんたがいつもゲームばっかりしてるから話すタイミングなかったけどね。そうなのか？じゃあお前はクビになってない？そう言ってるでしょ。私はもう転職済みです。前より良い環境で働けてかなりハッピーです。そんなの知らなかったし、それなら何も問題ないだろう。何が？お前が仕事してるなら別に別れる必要ないし、離婚しないでいてやるよ。よかったな、感謝しろよ。あ、それはもう大丈夫です。え？離婚することは決めたのでもう別れてください。家もさっさと出て行ってね。何言ってんだよ。俺のこと追い出すのか？離婚なんてしなくていいって。私は離婚するって決めたんで、バカみたいな勘違いのおかげで寄生虫を切り離せてすっきりしたわ。え？寄生虫って？ご自身のことですよ。意識なかった？私に対して稼げないなら用なしって言ってたけどさ、稼げないあんたのことだいぶ支えてあげてたのは私の方じゃなかった？勝手に会社クビになったのはそっちの方ですよね。それはそうだけど、でも離婚なんて冗談だよね。ユリナはクビになってないんだったら嫁を変える必要はないし。そんな簡単に嫁を交換できると思ってるあたりがクズなんだよ。あんたに選択肢なんてもうないからね。次の嫁がそんなに簡単に見つかると思ったら大間違いだよ。家から荷物まとめ始めてくれない？その家が私のものだっていうのは事実なんだからさ、すぐに売らせてもらいますからね。ちょっと落ち着けよ。ここを出て行ったらどこに住めばいいんだ？離婚なんてしたら俺の生活費は誰が出すって言うんだよ。私はあんたの財布じゃないんだよ。大黒柱なんでしょ？それなら大黒柱らしくしっかりすれば。なあ、話し合わないか？悪かったよ、ごめんな。今さら謝られても無駄でしかないから。離婚はあなたが提案した。今後あなたがどうなろうと知ったことじゃない。そこまで言うか？今までずっと夫婦としてやってきただろ。最近はずっとあんたに利用されてただけだったと思うわ。転職もしたし、寄生虫も取っ払ったし、これで私も自分の人生を歩める。そこまで考えてるのか？俺の人生はどうなるんだよ。お前と別れたくないんだ。勝手に言ってれば。嫁がクビになったって謎の勘違いした途端に離婚宣告してくるなんて、ただのクズすぎるニート男じゃん。
こっちから願い下げなんだよ。そこまで言うか？自分で働けばいいだけでしょ？しっかりしろ。働かない生活が楽すぎて、もう働きたくない。甘えた心のセリフが全部出ちゃってるよ。そんな甘えたメンタルで生きていけると思うなよ。とにかくもう離婚だから、さようなら。ごめんなさい、許してください。というか、家を買ったのは二人でなんだから、一方的に追い出すなんてひどすぎるだろう。俺に訴えられたいのか。はぁ？訴える？何をどうやって訴えるのか知りませんけど、訴えたいんだったらご自由にどうぞ。その言い方はないだろう。頼むよ、戻ってきてくれよ。離婚に関しては弁護士から連絡が行きますから、よろしくお願いします。え？弁護士？離婚協議で解決しないなら裁判も辞さない考えです。ゆりなちゃん、ちょっとそれはやりすぎじゃない？喧嘩するのやめようよ。喧嘩とかではないから、もうあんたに対しての感情はもはや無。愛はないのか？愛があったら帰省したりしないだろうが、このクズが。まあ今後の連絡は弁護士に頼むことにするわ。時間の無駄だし。本気で言ってる？見捨てないでくれよ。俺にはお前しかいないんだよ。これ以上文句があるなら法廷で。まあんたに弁護士を雇うお金があるなら。だけどね。嫁のゆりなさんがキャリアアップで転職したのをクビと勘違いして即座に離婚を突きつけてくるニートで帰省中のコウジさんでしたが、すべては勘違いだったと気づいてだいぶ慌てたんだそうですよ。コウジさんの要求通りにゆりなさんは速攻で離婚に同意。さらにすぐさま家の売却手続きを進めてしまったとかで、家だけもらうつもりが住む場所もなくなったと知って、コウジさんはさらに絶望することになったのだそうです。ゆりなさんの転職を知って復縁要請するも、ニートは無理、働けと至極真っ当な正論で返されてしまって、なすすべなく一人暮らしを開始することにしたんだそうです。それからも涙ながらに復縁を望むも、ことごとく無視され、さすがに諦めて就職活動を始めることにしたのだとか。というか最初からさっさと働けって感じですけどね。私だったらこんな旦那、即離婚ですね。共感できると思った方は、ぜひ高評価とコメントで教えてくださいね。他にも、制裁方法のアイデアとか、ご感想、教えてくださいね。それではまた、次の動画でお会いしましょう。またね。